並べてみよう。あ、かわいい。すみません、動画回しちゃってます。なんかおさきらんちゃんとポンジのなんていうのかな、ぬいぐるみ。あんちゃん誕生日いつですか？8月の9日です。8月9日。9月16なんでだいぶ近いですね。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。あ、ナミさん来た。ナミさん。こんにちは。やることすればね、かわいいんですけど、でもめったに。かわいい。すごい、柔らかい毛並みが。うん。もうずっと連れて歩きたい。こんにちは。カメラ目線。かわいい。8月になっちゃう。後ずさりしてる。怖い。ちょっと怖い。ピンちゃんだ。すごい見てる。かわいい。どれくらいでしたっけ、重さ。200g ぐらいですね。お肉。炭治郎はまだ100g ぐらいじゃないですかね。私の腕が不安定。落ちちゃう。これ YouTube 使ってもいいですか？いいんですか？いいんですか？ごめんなさい。妹、どうなってるのか。指先にあの球体みたいになってて、それがなんかね吸い付く感じ。なるほど。かわいい。じゃあどこ行くの？ちゃんの待ってな、待ちなさい、待ってな。あまり明るいところが、あの基本的には夜行性なんで、でも夜行性だから暗いとこ行くともうなんかテンション上がりすぎて、あの暴れちゃう感じ。お姉ちゃん、お姉ちゃん向こうにやけど、このセグラムだと本当にもう持ってないような感じ。肩に飛んできても重みが全然なくて、ふわっと来たみたいな感じの。気づいたら10時間経ってたと思います。
指さすな。いや、癒し成分がすごい多いですね。確かに。これで舵を取って方向を決めて飛んだりして、うん、そうなんだ、ね、大事な役割だね。そうだ、大事。どうぞ。不思議な人の感覚だよね。初めてです。こんな、初めて見た。これは猿の衣装ですか？猿です。はい。脱ぎたい。脱ぎたい。これ手作りですか？そうです。